体壊しちゃって仕事を休んでもうちょっと今すごい悩んでる。テレワークにはなってるんですけど下っ端としては取りづらい。大学で夢が決まればいいなって思ってたんですけど決めきれなかった。コロナで仕事もできなくて生活が困る。給料上がらないのにどんどん物価が上がっちゃってる。入りたい会社が東京しかなかった。地元にはほとんどないんで。頑張ってない人がお金もらって頑張ってる人がもらえなくて、僕たち働き盛りの世代がどっちかっていうと言いなりになってる。こうでないといけねえっていうふうに発想してること自体がおかしいんじゃねえかと思うんだよ。実力つけて認められるしていくしかないのかなとかも。学んだことをしっかりこう人に伝えていく。やっぱきつくても子供からありがとうとかそういうの聞くと頑張ろう。古いものたくさん壊していかなきゃいけない。もっと新しい仕組みたくさん増やさなきゃいけない。一見この世界を見ると夢みたいだけどほっぺ何回すねっても現実だからしっかりやれることはやる。